いちこち。え、今スバちゃんにダイヤを貸すと、ベガスで雇えるチャンス？え？マジ？バニーガールになってくれるってマジ？スバちゃんのバニーガールが見れるってマジ？でもちょっとスキン欲しいよね。ラブベガススキン欲しい。スバニー。スバニーが見れるってマジ？スバニー、これ着てくれるなら、ダイヤ貸してもいいよ。ピラ。なんてもん着させるんだ、わたべ。背に腹は変えられん。スバル借りるよ。スバルだって女の子なんすよ。バニー服で？まずいなこりゃ、まずいなこりゃこりゃ。ちょっと見たいな。ね、味わっちまうよ。何が味わうのか分かんないけど。あ、鼻血出てる。まずまずい。また鼻血出てる。おっとっと、気づかなかったぜ。え、よだれ出てる。鼻血出てよだれ出てたらかなりやべえやつなんだが、今日も知らない間に巻き込まれるスバルちゃんなのであったね。なんかあまり勝手に話題に出すとちょっと申し訳ないよね。真面目出ちゃうな。嫌だったら言ってね。今更。確かにね、勝手にアジマルミュージアムとか作っといて今更反省し始めるわため、ちょっと悪いことしちゃったかも。本当だよ。でもスバルちゃんも乗ってくれてたし、ま、マイクラ仙人生活9日もやってくれたし、散々寸略していた過去のわため。やんちゃだったな、思春期だった。あれはしゃぶり尽くしてた。気持ちよすぎるんだ、そばちゃんのツッコミが。あんなに気持ちいいツッコミ初めて、わため初めて。激悪だよ、恐ろしい。一度摂取したらやめられねえ。そろそろ禁断症状が。やばい、怖いよ。味丸パワーが足りない。12だけもらおうかな。